はい、こんにちは、タクロと申します。今日は数列、 A0 から始まる数列ですけど、現在の項が偶数か奇数かによって次の項のね、前化式が変わるような数列でございます。このような条件を初めて満たすような最小の自然数 A0 を求める問題です。どっかで見たことあるような数列かもしれないですけど、今回予備知識なくても基礎に従って解いていけば必ず解ける問題ですから、ぜひチャレンジしてみてください。はい、いきます。じゃあ1番から解いていきましょう。ゴリ押しでもいけそうな気がしますね。ちょっと試してみましょうか。ゴリ押しっていうのは数列の基本ね、0から代入していくってことですね。例えば A0 が1であればこっちルートに入るのか。 A1 は2ですね。じゃあ次はこっち1、2、1であったら1、2、1、2という風に振動するような数列になるわけですね。周期性のある数列になるっていうことですね。A0 が2であれば、まあさっきと同じように2、1、2、1ってなるでしょうね。これは A0 が奇数じゃないから条件には全然合致してないですけどね。じゃあ3行きましょう、3。3を代入するとね、次は10÷2で5か。5。5の次は16÷2 で8。あー、ダメだね。偶数になっちゃいましたね。で、こんな風になるわけですね。じゃあ次5行きましょうか。でも5もダメかな。A0 が5から入ると、こういう風な道筋を辿っちゃうから、ダメだね。ダメっすね。はい。と、7は ?7 は ?11 か。いいね。11。17? その次は ?52 だから26。あ、ダメか。A3 の時点でグスになっちゃいますね。ダメですね。どうしようかなという感じなんですけど、奇数にも2種類あって、4で割った時の余りが1の場合と3の場合と2通りあるんですけど、4で割った時に1余るやつはダメですね。4K プラス1の3倍、プラス1割る2。これ計算すると、ね、グスになっちゃうから次が必ずグスになっちゃうんですね。なので、4K プラス3型だったら良さそうな気がします。ということで、次11だ。11、4で割ると3余るような整数ならいけそうですね。ただ11の時は先が見えちゃってますね。17、26で×になるということが見えてますから、15。見えにくくてごめんなさいね。15だったら、46、46÷2で23。70÷2 で35。106か。106÷2で53。これでいきますね。ということで、15で良さそうです。それをね、括弧1番は答案に書いてあげればいいのかなと思います。これぐらいでいいかなと思います。ね。で、あとは代入していけばいいですね。A0 が3の時、A2 が8、A0 が7の時、A3 が26でダメなんですね。A2 が26か。はい。ということで、A0 が15の時 OK ですよって言います。はい。こんな感じかな。これで初めて全て奇数となるというふうに言えます。はい。じゃあ、後半2番行きましょう。ちょっとこれはやばそうな感じが、0点まで全て奇数。これをちょっと代入していくのは大変なのかなと思います。なんで、これちょっと思いつかなければ、ちょっとね、1番はね、全体の仕組みがつかめなくても代入するだけでね、答えが出ますから、一旦これを解いた後、別の問題に行ってもいいのかなとは思うんですけど、まあ、これはね、でもね、いけそうな気がしますよ。ね。さっきは、ちょっとね、必要条件を A1 までに限って、A0 がどんな数でなければならないかっていうことを言ったんですけど、今回は、ちゃんと全部使いましょう。ね。A0 から A10 まで、A10 まで全部奇数であるところから、必要条件から A0 を絞るという方針でやっていこうと思います。
数列ではあるけれども、ね、奇数でなければならないっていう、整数問題の余りによる絞り込み、そして条件に合致しているか、後で十分条件を確かめるっていう方針になりますよ。これ全て奇数っていう必要条件から、全化式がこっちのパターンしかないわけですね。こっちの偶数ルートに入らないから、ずっと奇数のルートで考えることができるわけですよ。ただし、こういうふうに全化式を表すことができるわけです。いつもと違って、N の制限がありますけどね。10以下での一般項を出すことができます。同じように、いつもと同じように。こういうふうな等比数列の形になってないかなと思って、もう係数比較をすれば、α イコール1っていうのが出てきますからね。ということで、一般項が出せます。10以下のね。はい。こんな風に表すことができます。ここ N ですからね。いつもは A1 と AN の間の数は N-1 だったから、ここが N-1 でしたが、N と0の間の数は N です。なので、ここは N でございます。そして N の制限がありますね。ここは、厳密には11になるのかな。A10 が奇数ですから、A11 までは一般項が出せます。ね。ということで、A0 がどんな数でなければならないかっていうことを考えます。A10 が、奇数であるためにはどうかっていうと、A10 が奇数であるためには、A10 プラス1が偶数でなければならない。ということは、右辺も偶数でなければならないですね。この値が偶数でなければならないっていうことです。ということは、A0 プラス1を2で10回割っても偶数っていうことは、2で11回割り切れるような整数でないといけないっていうことですね。はい、だいぶいいとこまで来てますよ。ね、必要条件を攻めたんですけど、A0 プラス1が2の11の倍数であるときに、逆に A0 から A9 もちゃんと奇数ですよというふうに言わなくちゃいけないですね。このとき当然ですけどね、例えば A6 であれば、ここが2の11の倍数ですから、ここ右辺全体が偶数になって、A6 は奇数になってくれますよね。代入すればよくわかると思うんですけど。はい、ということでですね。そう、ここですね。こうかな。ということでね、1から2が導き出されて、2から1の部分が導き出されますから、1と2が同値であると。必要十分条件ですよ、ということが言えました。なので、これはね、2の11の倍数になるような数が答えってことになりますね。ね、A0 は、2の11の倍数で最も小さい自然数っていうことですからね。はい。このように示すことができます。まとめ。なんかコラッツ予想っていうね、数学の有名な予想があるんだけど、似た数列なのかなと思いきやね、あんまり関係なかったのかもしれないです。数列で一番大事なことをね、具体的な数を代入して考えるっていうことですね。特に括弧1番は A0 に具体的な数を入れて、法則性を考えて、必要条件から十分条件へっていう風にしていくことで答えを出すことができました。括弧2番は、そこからさらに括弧1番で使った法則性を用いて括弧2番を解くっていう風にしたんですけども、一般化する、そして具体的な数を代入するっていうことを繰り返していけば無理なく解けた問題なのかなと思います。 N が一定以下で成り立つ全化式みたいなのはあんまりやらなかったかもしれないですけど、基本的にやってること変わんないですからね、関係式が成り立つような条件をしっかり考えながら解くだけなので、やってることは全く変わんないです。まあ、書き方はね、いろいろあると思うんですけど、もっといい書き方があるよっていうことがあればね、また教えてください。よろしくお願いします。いつもね、読ませていただいております。はい、今日の授業は以上でございます。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。